堀さんから頂い,いたテーマあのこっちに、こちらに来てようやく把握したんですけれども、ウクライナ、中東、米中対立、アジア地域、30分で話せというお,およそ無理な <laughs> 課題をいただきまして、あのただ大変あの光栄に思っておりまして、まあ、あのぜひ短い時間ではあるんですけれども、えー 地政学的にこうものを見るってどういうことなのかっていうこのものの見方世界がどういうふうにこの私たちのこの専門分野から見えているのかっていうことを中心にお話をしていこうかなと思っています。で堀さんからもお話がありました通り、まり15年ぐらい前であればまあ世界で何か対立が起きていても場合によっては武力衝突さえ起こっていたとしてもですね サプライチェーンも動いているしビジネス上大きな影響もないし為替も安定していると問題ないじゃないかということで。知性学と 経済経営っていうのはある程度分離して考えることができるもちろん拡乱要因ではあるし影響はされるけれどもそこまで根本的な要因ではないでしょうとまさに市場経済資本市場あのいわゆる様々な市場をどうか捉えるかということがやはり世界の本質なんだというふうに私自身も思っていたし多くの経営者の皆さんもそう思っていたんじゃないかなというふうに思います、まあ、ところがこの5年ぐらいですかね えー、おそらく皆さんのこの経営会議役員会の中でもロシアどうすんだと台湾で紛争起こるのかであるいはそのサプライチェーンの寸断というのはどのぐらい深刻なのかといった地政、まあ、学的な課題が経営戦略の判断のなんかこう中核に踊り出るような時代がやってきてしまったとあのいうことを私自身もひしひしと感じておりましてあのこのような場に呼ばれて。 経済界の皆さんと意見交換をする場があの増えたというのはあの大変世界にとっては由々しきことですけれども私自身は大変新しいあの可能性とチャンスを頂い,いてい,たいるなというふうに思っているところです。であの地政学ってあの今本屋に行くと最近本屋皆さん行かないと思いますけれどもただものすごいブーム。 ですね、いろいろなところで地政学本っていうのが出ていて私も短いあのムック本みたいなものも書いていますしとにかく皆さん地政学が何かっていうことをあの知りたがっている、えー、第何次地政学ブームなんだということでいろんなこう解釈が、えー、世の中にはあります。で今日はあの簡単にこうエッセンスということで私自身の,あの簡単な解釈を述べていきたいと思うんですけれども、えー、世界にはいろいろ変わるものがあると。 自分自身も成長するしあの人も変わるし人を取り巻く環境っていうのも変わるんだということなんですけれどもじゃあ世界において変わらないものは何だろうというふうに捉えていった場合に地理ってさすがにこの,、ま、あの何億年も経てばそれは変動しますけれども基本的にはあの私たちの時空の中でそう動く要素ではないよねその動かない要素というものを予見としていわゆる構造論として捉えた場合に一体何があのその中からの中 から得られる教訓とか力学として生み出されるだろうかということを中心に まあ組ままれたあの学問体系であるとといいいいうに捉えていいと思います、まあ、簡単にこう,あのこう引用してあるとおりなんですけれども地理的事情に起因する構造に着目して国際情勢を分析することには、まあ、だからこそ有用性があるはずだとで具体的な現象の背景にも構造的な要因が働いているのではないかと推察して分析を試みるということでいうと地政学の本質っていうのはいわゆるこの構造学構造理論であるということだと えー、思いますでその構造っていうのは何かっていうと、まあ、大きく分けてこの地理的条件の特質に見られるもので例えば ある国家は大陸国家なのか大陸国家だと資源があって陸軍を中心とする軍事的な構成があって陸上国境を接する国があるみたいなこういう要件があるわけですね。いやいや私たちは海洋国家ですとそうすると海という天然の要塞に囲まれて海洋的な交易を中心としてそして軍隊の構成も海軍空軍がまあ中心であるとこういったことからまああの国家がとを取り巻く地理的な性質によっていろいろなこの条件が 変わってくるということがまず第一なんですけれどもでも当然国家って別にいろいろ国の名前がどんどん変動して国家構成が変わるわけではないのでまあ、それがおそらく100年200年と続いていくとすると例えば ロシアユーラシアから見た世界とアメリカから見た世界とインドから見た世界どういう風うに違うんだろうということをある程度この構造化して考えられるっていうのがこれがあの一番目のあの考え方ということになりますで当然それねそこに地理的な要件ではなくて一体その国がどのぐらいのパワーを持っているんですかまあ、軍事力経済学そしてそれがそのパワーというのがどういう風にこう変動するんですかということをまあ、あの動体主力のもとで見て一体この地理的条件とパワー パワーを掛け合わせて、どういうふうにこう考えていくのかっていうのが、まあ地政学の。まあ本質的な考え方ではないかというふうに、思います。で、そうやって考えると、構造学ですから。 えと人間のエンパワーメントとか個人に注目する人はいやあなたがどう考えるかが重要なんだよあなたが考えることによって世界はこう変わるんだよっていうのことをよく私も学生にも言いますしそういうふうにこう人っていうのは育っていくんですけれども地政学っていうのはあなたがどう考えようともそんな変わらないんですっていうことを結構前提とするあの考え方でもあるということですね。つまりりり意図よよもも地理的条件とそのの人人が持ってている能力に着目をして人間の価値判断よりも、えー 構造を重視する学問だということを批判されてきたもてもいるということだと思います。ですから知性学をなんかこう語りすぎる人っていうのは非常にこの運命論的で人間否定であると。で逆に言うともう戦争っていうのは。 あの運命論的に起こるって決まってたんだよみたいなことを後付けで何かこういうような学問としてまあ批判にさらされたというこういう歴史もあったということです。まあ特に第二次世界大戦前はナチスドイツとかその前で言うとまあプロイセンドイツがまあ地性学のまあ大化みたいな人たちがまあたくさんしてまあその人たちがかき乱した結果第二次世界大戦や第二次世界大戦が起きたという歴史の中からもまあ地性学というのは極めて倫理的にはあまり良くない学問。 なんだというようなことも言われた。20世紀には言われたということだと思います。でも、その地政学のその体調っていうんですかね。そんなにそういう地政学なんて大したことないんだよ。ということを決定づけたのは、おそらく冷戦期の核兵器の登場。 で核兵器の登場によってまさにその大国間は昔みたいな地上戦を戦う時代ではなくなったんだと地上戦を戦ったらそこからエスカレーションが起きて核戦争まで発展するそんなことはしたいんですかしたくないでしょうだったらそこを中心に考える政学的な発想よりもむしろ戦争を起こすことによって起こるエスカレーションによって、えー、抑止という概念が生まれその抑止の下で国際関係が規定されているんだからということになれば まあそんな地政学なんて考える必要ないでしょうというのはこれが第一次的な体調だったと思いまして第二次的な体調は後ほど述べる冷戦後の,あのグローーバリゼーションだといいううふうにえ思いますそんな地理とか考えてどうすんの国境なんて何の意味があるの、まあ、こういうことが2000年代に生まれるようになって地政学ってだいぶずっとこうあ,のえあまりこう語られる機会が減ったあの時代があったということだと思います。 でもその中でも地政学的なものの見方っていうのはいくつかこう本を読むと出てきて皆さんも地政学の本にあの親しんだ方はこういうキーワードをご覧になったと思うんですけれどもまあ一つはそのえこのランドパワーとシーパワーその地政学的な状況に置かれたのがまあ大陸的な性質を持つものかそれとも海洋国家的な性質を持つものかによってえその国家が目指すべき安全保障の状態というものが変化しますよということを言いたいわけですね。ランドパワーと ロシア中国ドイツ C パワーとして実はアメリカ。 そそしてそのイギリス日本といった、まあ、こういった特徴の中から、まあ、戦略像というものを探ることができるというのが一つ目の考え方、まあ、それによってよく聞く「ハートランドとリムランド」ですねリムランドを制する者こそ、まあ、世界を制するということがあったようにこの大陸国家としての特徴を持つユーラシア世界を取り巻く世界の安定性を保てば世界の秩序というものはかなり安定的に推移するというこういう考え方です。まあ、実際あのこのののリムランドで起きていいいる紛争とううは大変多いというの も特徴的ですでアメリカがこの c パワーであるからこそ覇権を取った時に考えられる考え方っていうのはこの領土を取り巻く拠点形成ということでだからアメリカって非常に特徴的な国で日本は自衛隊が領土を守る専守防衛のまあその自衛隊を持ってるわけですけどアメリカって本土を守る部隊って実は州兵とかアメリカの国軍っていうのは大体外に出てるわけですよね。だからアメリカインド太平洋軍があったり欧州軍ががああっったたりり欧州 アフリカ軍があったりするわけなんですけれどもそれはなぜかというとその派遣状態というものをグローバルな展開拠点によって支えているからその拠点がやられるということがどれだけアメリカにとって重大であるかっていうのは、まあ、こういったこの地理,地理的な環境と地政学を見ると何でアメリカここにこだわるんだろうなということが、まあ、理解できるようになるということですね。でもう一つこれアメリカにこだわらないあの話で特にシーパワーに関係するのは、まあ、チョークポイントという考え方です。 で海も横須賀に行けばですね、非常にこう広い、太平洋って広いんだなっていうふうに思いますけれども。まあ中国に行って、例えば、そうですね、あの山東省の青島とか、その海南島とか。まあ東方艦隊、南海艦隊の拠点が中国人民解放軍にあるところですけど。あそこから太平洋を見ると、なんか狭いなって感じるんですよね。でなぜかっていうと、それはチョークポイントによって、塞がれているっていう感覚を持つからです。でそのチョークポイントは何かといえば、えー、沖縄のそこに、あの先に。 都水道だったりフィリピンとその台湾の間であるバシー海峡だったりあるいはマラッカ海峡だったりするわけですよね。でこういったところから地政学的に見て海というのは非常にこの公海で広く見えるんですけれどもチョークポイントというものを誰が握るかによってどれだけシーパワーの安全保障が脅かされるかということが重要なポイントとなると。ですからまあ地政学のいくつかのこの概念を知っていると安全保障上の優先順位として一体どこにどのようなリソースを そう配分されればいいかということは、比較的こうわかりやすくなるということではないかと思います。で、今日の地政学なんですけれども、その先ほど申し上げたあの2000年代って。 ジオポリティクスっっっててて終わわりじゃねね思ってたわけですよ、ね、でグローバル化と経済相互依存の世界だし国境を越えた人の関連と情報のつながりがあるわけですし、まあ、経済成長みんなしてるんだから平和的な発展するでしょうとあるいは今新興国みんな権威主義体制だったとしてもいずれこの民主化をしてこの G7 の国々と統合していくんだというようなこういう発想を持っていたように思えるんですけれどもところがこの2010年代になると 経済的な相互依存があったとしてもそれが必ずしも平和を保障するわけではないまあロシアウクライナだってそうですし場合によってはこれからの台湾もそういう観点から捉えなければあのいけないかもしれないということだと思いますで、そしてですね力の均衡とよく言いますけれどもバランスを取れていると戦争が起こりにくいってよくあの言いますけれども逆に言うとそこの力に相当な不均衡があって 空白のような状態が存在すると、まあ、軍事侵攻が起こりやすい現象っていうものがいろんなところで起きているということなんだと思います。で特にですね、このなんでロシアはウクライナに侵攻したんだろうということを考えると、で私自身はこれはプーチンの自らの成功への過信とウクライナの過小評価だというふうに思うんですね。で結構戦争って相手を過小評価したときに。 起こりやすいというのは歴史的にも結構証明されていますで過小評価とは何かというと、えー、ロシアはウクライナを 一週間で制圧できると考えてたってことはいろんなこの文章が残されていて分かっているわけですねでウクライナはおそらく一週間もすればギブアップするだろうというふうに思っていて諸手を挙げてウクライナはロシア人を歓迎するに違いないというこういう発想を持っていた、まあ、明らかに間違っていたわけですねで戦争を起こして実際今でも泥沼の戦争をやってるわけですけれどもポイントはそこで 抑止力は果たされず抑止は失敗したわけです。で抑止の失敗はなぜ起きたかというと戦争が起きてこのようなドラ沼に入り込んでロシアにとって極めて不利な状況を作るだろうということを事前に プーチンの認識の中で明らかにすることができなかかったからだというふううふに思うんですねでなんでできなかったからっていうとそうすると、まあ、ウクライナは NATO 加盟国でもないからすぐにこう、えー、戦争が止める構造にもないし、えー、なんかヨーロッパもバラバラになっているように見えて一致結束してロシアにこう経済制裁をかけられるなんてそんなことも思えなかったいろんなこ,うことが生じていてプーチンの侵攻のというものを防ぐことができなかった。 これを教訓とするんだったら習近平の台湾の全面侵攻を事前にそのような情報を彼に認識させることによって止めることはできるだろうかっていう問いを。 立てなければいけけないいわけですね台湾侵攻起きるんだろうかいや起きるよ起きないよってこういう論争ももちろん大事なんですけどポイントは起こさせないようにするために今何をしなきゃいけないかっていうことをさまざまなこの戦争の中から組み立てて考えなければいけない、まあ、それが抑止力ということになるわけです。たただ抑止力ってああの私たち学者はまあ 分かったように言うわけですねまあ基本的には相手に報復する力を見せるというパワーですねでそうしたら相手が何かをやってきたらこちらがやり返すという意思を示すと パワーと意志とそしてそれを相手に分かっているという相互理解をもたらすというこの三つの条件が整っていると相手は自分に攻めてこないっていうのがこれがあのセオリーとしての考え方です実は皆さん経営とか市場の戦友とかいろんなところで抑止力の考え方を、えー、自覚的にか無自覚にか必ず日々あの行使をしていますただこの三条件があれば戦争は起きない抑止力は成り立つっていうのはあくまでも仮説 なんですねで戦争この抑止力安全保障政策っていうのはすべてほとんど仮説に基づくものであってその仮説が正しいかどうかっていうのは実は戦争が始まって初めてわかるあ俺の仮説は失敗だったんだってことは証明されるわけですけれどもこの安全保障政策がこれで正しいんだっていうことは実は誰にもわかんない。 わけですだから防衛費ってどのぐらいが適正な水準なんですか軍事力っていうのはどのぐらい持ってればいいんですかっていうことを断定的に話すす人ががいいいいたたら疑っってかかった方がいいと思いますそれはあくまでもコンテキストによるものなんでですねでもしかすると正しいかもしれなくてみんなでそれを正しいと思う方向で議論していこうと。 で、そしてそれで合意しようっていうのはいい安全保障政策だと思いますけれども、誰かが抑止力っていうのはこうだからあの防衛費を三倍にするべきなんだみたいなことを言っていたら、これは疑ってかかるべき議論だと思います。これは極めて文脈に依存するコンテクストディペンデントなあの考え方、抑止力は仮説に過ぎないということが一つと二つ目は仮にその抑止力と前提となるパワーというものを置いたとしても、そのパワーというのは常に変動するということなので、我々は安全を 政策を考えるときにこの移動する物体を動体視力で見ていただければいけないということだと思いますで、この移動する物体っていうのは何かというとこういうことだと私は思っているんですよねつまりこのインド太平洋地域のパワーバランスの変化っていうものは結構ダイナミックに進んでいて例えば2005年を見ていただくとこれはあのえっ、ー、と防衛費国防費を、えー、US ドルベースで カレントですけれども見た数字なんですけれども18年前だいたい日本と中国の防衛費国防費ってだいたい同じぐらい日本がちょっと大きいぐらいだったんですね。でところが2020年になると見ていただくとだいたい5倍以上。 6倍近くということになりますし2030年もし日本が 1%GDP の1%水準だとすると1対9とかそのぐらいのレベルにうわっとこう広がっていく数字だということです2005年にできた防衛政策が2020年にそのまま通用するわけはないだろうというのはこの数字の 大きな変化を見るるだだけで分かるだろうとわいやだから岸田政権防衛費2倍にして43兆円にしたんですよねっていうふうに思うかもしれませんけれども今回の日本の決断が一体どのぐらいのレベルかっていうのはこの程度です。 いいですか今のここの数字見ていただきたいんですけれどもこれが1%水準ですけれども仮に2%になった場合はこのぐらいだっていうことですね、まあ、大体あの中国の5分の1程度に、まあ、2001年ぐらいにはなるだろうということなので防衛費は増やしていろんな装備は増えますけれどもところがこのパワーバランスの構造全体を変化させるものではない。中国とと日本のの関係っていうのは もはや圧倒的に中国が優位な状況をこれからもずっと続けていって我々が防衛費を増やそうとそれはまあ微動たりともしない構造だということなんだと思います。 いうことです、まあ、さらにアメリカとの関係でいうと、まあ、かつてであればまあ十分の1以下だったものが今や60%ぐらいまでに追い上げているということなのでかつての日本を取り巻く安全保障上の構図は日本も中国に対して強くてアメリカは中国に圧倒的に強かったという状況から現在からこれからは日本は中国よりも え相当系統的に劣勢にある状態でアメリカに対してもものが言える状態になったというこの構造変化の下で日本の安全保障を考えていかなければいけないというのがこれがあの私があらゆるところであのプレゼンをする時の前提としての考え方ということですで。これがあのまあ大変な状況で今申し上げたのは えこの防衛費国防費をどのぐらい使っているかというあの数字の話だったんですけれども、まあ、これがあの具体的な装備品にどういうふうに反映されるかというと、えー、中国の近代的潜水艦、えー、駆逐艦これ海軍ですよねでそして空軍ですけれども、まあ、空軍とかご覧になっていただくとですねあの90年代 中国は第四第五世代戦闘機ってほとんど持ってなかったわけです。で第三世代戦闘機って皆さんパイロットになると何が起こるかというとおそらく皆さんはコンソール上にレーダーに何も映らないその外には何も見えない状態で撃ち落とされて、えー、負けるというこういう構図になるぐらい世代の違う戦闘機っていうのはもう戦う次元が全然違うんですねマッピングから電子戦から、えー、このそのなんていうんですかその操縦のこのあの能力であるとか。 があのミサイルの種類とかも違ってだから世代で測らないと全く軍事力って意味ないんですけれどもつまり90年代って日本は航空優勢を間違いなく取れていた時代だったんですよねでこれがあの大丈夫だろうなと思っていたら2000年代にどんどん追いかけられて2010年代はもうはるかにこれが超えられる状態になったということですで日本は大体330機弱の第4第5世代戦闘機持ってるんですけれどもアメリカ空軍在日米軍はローテーションで ですけれども大体130から50とか数字なんで、まあ、いいとこ500機弱なんですよねで。これが中国はもはや3倍の空軍力を持っているということで、まあ、あの航空海上優勢双方を考えても、まあ、そう簡単にはあの中国は相手に何か譲るような状況にはないというのが、まあ、このような図から分かるということです。 つまり西太平洋において90年代であれば朝鮮半島で何が起ころうとも台湾で何が起ころうともですねアメリカ軍が介入をしてそしてその紛争解決の役割を果たすということだったんですけれども今や中国は接近阻止領域拒否と言いますけれどもアメリカ軍がこの西太平洋の戦域に近づくことさえ阻止する能力をもはや持つことが できるるよううになっているということだと思いとととこだ思ます、まあ、じゃあギブアップなのかということはそんなことはなくて見ていただくと先ほどの、えー、このこと次は是非 g 1沖縄なので沖縄でよく考えていただくと面白いかなというふうに思うんですけれどもやはりこの仮にこの力の差が1対5であったとしても1対7であったとしても中国海軍はこの狭い。 えー、その都水道や橋海峡を通って太平洋に出なければいけないとつまりそこにですね戦力を集中することによってまさに選択と集中の力学によって相手の動きというものを止めることができるかもしれませんし作戦遂行能力を阻止することだってできるかもしれない。つまりその このなんて我々ボードゲームやってるわけではないので空と空で戦ったら負けるかもしれませんけれども要は本当に台湾を侵略できるんですか制圧できるんですかっていう時にいいえそれはできませんなぜかといえば我々はそれを阻止する能力を持ってるからですということができれば紛争を止めることができるかもしれないということなんですね。つまりなんでその日本は今長距離打撃能力とか反撃能力を持ったかというと 台湾海峡を最終的には揚陸艦で渡って制圧するというこういうミッションを中国軍が考えた場合に、えー、当然それは揚陸艦という船で連れていくわけですけれどもその対艦ミサイルや魚雷によってその船を潰すことができれば 彼らはその都が作戦と言いますか渡ることがまできなくなるでそれを先発に先発という形で持っていればあれなかなか台湾の制圧作戦って難しいよねという状況をどれだけ作り出すことができるかということがこれが劣勢化非対称的アシンメトリカルな関係における抑止力の作り出し方だということですつまり我々はマテリアルな形で一対一とか五対五の戦力を作ろうとしているのではなく 1>, 1対5であったとしてもいかに紛争を抑止できるかという非対称戦略における抑止力を作ろうとしているというのが、まあ、今回の、えーまあ、国国家家安全保障戦略国家防衛戦略略防衛における、まあ、考え方だということですこれあのよく批判されるがあの日本政府のめちゃくちゃ情報を詰め込むスライドを私バージョンで作り直したあのものなんですけれども、まあ、タイムラインをご覧いただくと、まあ、これから5年間はですねいろいろこの戦える自衛隊と ということで武器弾薬やその えと持続性とかあるいはその緊急展開能力みたいなモービリティみたいなのを増やしていくということなんですけれどもいよいよ2027年から32年になるとより遠方で早期に戦いを挑める部隊として自衛隊を捉え直していくとそれによって中国が仮に力による現状変更をしようとしたとしてもそれが容易にできないというそういうこの戦略環境を日本がそしてアメリカとともにどうやって作っていくのかという のがまあ、現在の考え方だということだと思います。で、最後にですね。こういったこの地政学のあの考え方をもとに現在のその世界をどういう風うにこう見ていくのかというのを、あのそれぞれ短くあの述べていきたいという風うに思います。で、まず、あのハマスイスラエル情勢ですけれども。 もともとこの数年間起きていたことはイランの台頭だったと思うんですね。でイランが台頭しているがゆえにまさにこのスンニ派の大国のサウジアラビアの安全保障がイスラエルとか中東和平の問題よりもより深刻な問題として中東世界に台頭したと。でそれを捉えたまあトランプ大統領トランプ政権はイスラエルとともにスンニ派アラブ諸国との国交正常化を え進めていったわけですねでその中には UAE とかオマーンとか、まあ、エジプトでそして最終的にサウジアラビアとの国交正常化交渉がまさに始まろうとしていたところで、まあ、ハマスがイスラエルに対するあの侵攻を起こしたということが、まあ、これがあのアブラハム合意の,その中東市場再編をハマスがまあ根本から今ぶち壊したということなんだと思います。まあ、これにによっておそらくですねあのイランを両軸に据えた中東のの再編っていうの はおそらくこれから数年間、えー、大いに遅れていくだろうというふうに思います中東世界は再びこの価値観を揺るがす、えー、大変なこの 対立の状況に起きてでその価値観の対立というのはおそらく今戦場でどれだけガザの民間人がなくなるかによってその恨みとその年限の長さというのは増えていくという構図にあるだろうというふうに思いますでイスラエルはもともと自衛権とかあるいはそのどのぐらいの,この比例原則に基づいて人道法に基づいてこう反撃をするかということにあまり えー、それを重視しない、えー、戦争をする国なんですけれども、まあ、今回は、えー、もはや徹底的にハマスを殲滅するという、えー、意思を持って今のガザの戦闘を進めているというふうに思いますでガザ北部の制圧というのは徐々に進んでいて、まあ、ところがあのガザ皆さんがこう地上で見るあの景色だけではなくて実はガザの中には、えー、そう,そう,そう長さですね、えー、500キロを超えるトンネルがあ,のあります。<laughs> でまさに日本軍が旧日本軍が揚東やまあガダルカナルでやったようなまさに地下での戦いというのが今熾烈に行われている状況でさまざまな悲劇があの地下でも起きているということだと思います。これがまあ世界の倫理観の揺らぎをもたらしているということはあの日々ご覧になっている通りでヨーロッパでもアメリカでもまあ非常にあの根深い対立をもたらしていると。でこの事態がどこまでエスカレートするのかということが もう一つの。 ポイントですけれども、一つのポイントはイスラエルがどれだけ地上戦でこの本当にあの人道的な危機をもたらすかというのが一つですけれども、もう一つはイランがここにどう介入するかということがあの来年前半の大きな焦点だと思います。でご存知の通りイランはあのシリアそしてあのレバノン南部にいるヒズボラのパトロンです。で、そしてハマスとも関係を深めているというところで考えると、もしそれがまプロクシーのようなような形を使ってその 南北同時作戦みたいな形でイスラエルの,その戦線が拡大するとここにイランが介入し仮にそれでアメリカが介入をするとアメリカの相当の戦力というのは西太平洋だけではなくて中東にそがれるということになって間接的にですけれどもアジアにも大きな影響をもたらすということだと思います。 でウクライナの危機についても3つの方向性があって、まあ、1つはこのウクライナの反抗攻構成が仮に成功したとするとあの来年の春には F16 の配備が進みますから航空優勢をそれで 取ることができれば地上戦を有利に展開させることができて、えそしてロシアの占領地域を押し戻したところで停戦交渉があれば、まああの西側にとっても有利な形でヨーロッパ市場を再編成することがまあできるということだと思いますけれども、え今そのような見方は大きく後退しています。えウクライナの反抗構成はうまくいってないし、ロシアの粘りというのは予想以上に強いと。つまりこのような形で戦線が硬着した状態が まあ続くと。 どうなるかというと戦争の長期化そしてアメリカとあの欧州は支援疲れが生まれてきてもう早く終わりにしてくれという中でウクライナが妥協することによって平和がもたらされるとすれば、まあ、ロシアは結局勝利宣言をすることになると、まあ、そのような秩序で本当にいいんでしょうかということになるしその結果を習近平はよく計算をしてこれからの対話の戦略を決めるということなのでそれは全く他人事ではないということだと思います。 で仮にウクライナの攻勢がより強く進むとするとロシアはそれに強く反抗して場合によっては戦術核を使ったりその戦術核だけではなくてポーランドやさまざまなところに戦線が拡大をするとそれは NATO の状況になって紛争が全面的に拡大して第三次世界大戦にももたらしかねないというこういうシナリオさえ我々は頭の片隅に置いておかなければいけないということだと思います。一番可能性が高いののはこの 戦線の膠着と戦争の長期化によってアメリカ党首の支援疲れ特にこれは仮に共和党が大統領選挙に勝ってトランプ大統領の人物が出てくればウクライナの支援はもう大幅に減額するということになるんだろうと思います。で最後にですけれどもアメリカ米中対立とこの台湾情勢がどういうふうになるかということ、まあ、これも誰にもあの分からないわけですけれどもアメリカ自身は 自らの,その米軍の,その戦力の強化近代化とそしてその同盟国との協力によってなんとかこの中国を面として抑止するということで日米同盟米韓同盟日米韓の協力関係とフィリピンそしてシンガポールオーストラリアといった拠点の形成を通じて中国の,その,力,の力による現状変更というものを押し留めたいというふうに思っているわけなんですけれども中国 中国はその全面侵攻を前触れもなしにやるということはなかなか考えにくいと思いますけれどもところがさまざまな状況によって中国軍が強化をしているということをデモンストレートすることによってアメリカ軍が介入できないでしょうということをデフォルトのように見せつけていくという状況を作るということも考えられますし来年は選挙ですから仮に台湾で 国民党が勝利をしてその融和路線みたいなものを進めていくシナリオと民進党が勝ってより対立路線が深まっていくというシナリオ両方あると思いますけれども中国側が見せたいのは結局台湾も戦えないでしょうとウクライナと台湾の大きな違いは民間人が えー、まあ実続きで逃げられないということですつまり台湾で危機が起こった時には民間空港はもう飛べなくなるし港湾も閉鎖されるという状況の中で本当に民間人を盾にして犠牲にしてウクライナのような戦いはできますかというと私は答えは極めて疑わしいと思っているわけですねで、習近平がそう思えば台湾のギブアップの域地というのは極めて低いとだったら ややってやれと脅してやれというような危機が起こる可能性というのは十分あるんだろうなというふうに 思っているところです、まあ、以上のようなさまざまなあの30分でやはり話しきれなかったのでこれそろそろ終わりにしたいというふうに思いますけれどもさまざ、あ、まな地政学を見るさまざまなこのえまあ定義といいますか座標軸といいますかいろいろなこの概念を持っていろいろな状況判断をまあしていくといろいろなこの経営の判断の戦略の判断の中でいや本当にこの戦争起きるんだろうかどうなるんだろうかといった時にやはりどういうふうにこの自らの思考の中に座標軸を作って この座標の中で何かが起きたら本気で知性学の問題を経営の第一線の判断に入れなきゃいけないだろうなとまあ、こういったあの形で世界を見ていくということがあの大事な時代になってるのかなということを思いましたちょっと3分あの超過して大変恐縮ですけれども冒頭のお話とさせていただきましたありがとうございます神保さんありがとうございますとても参考になる話を伺えたわけですが 僕は30分の対談の時間を頂い,いてますので深掘りしながら考えていきたいと思ってますが深掘りしたい内容は何かというと3点ですね一つここに書かれた最後のページに書かれていた中東とそれからウクライナ米中ですね特に米国関係のことについて中国も含めて聞いていきたいと思うんですがまず一つ目の中東ですねハマスイスラエルの関係これあのイランが鍵を握ると。 いうことでまあ、イランのレトリックがどう上がっていくのか関与がどれだけ上がってくるのかでそれからそれに関わる先ほどあったそういったそのボトルックなる場所ですよね今で言えばあのスエズ運河の航海の,、まあ、あのに攻撃をかけて奉仕あれフーシーって言うんでしたっけがどういう状況かってうどういうあれもイランということなんでそれのそのシナリオで言うとあの。 まあこれからエスカレートしていく場合シナリオが何パーセントぐらいそれからあのこのまま収束数の何パーセントぐらいであのエスカレーションした場合どういうシナリオがあるのかちょっと教えて予測でいいんで当たらなくていいんで別にこれはあのどうなるかっていう考え方を聞くかこれ二、まあ、層構造だと思っていて一つはその局地的な。 まさにイスラエルとそのパレスチナの問題っていうのはガザがあってそのヨルダン川西岸地域があってそれを取り巻く環境があるというのが一番目で,でそこでなぜ紛争が起きたのかというともしこのままイスラエルがアラブ世界と和解を続けていくと、えー、パレスチナ人の権利獲得というのはもう一生できなくなるんじゃないかという思いがあったんだと 思うんですねであのそう考えると今、えー、この問題をもう一度イスラエルとアラブ全体の話にあのしていかなければいけないとでアッハマスはあのような1,000、えー、人を超える武装派の攻撃をしてでイスラエルが今反抗して まあ、殲滅を目指しているわけですから結局ハマスって破れかぶれの攻撃だったんじゃないのっていうふうに思うかもしれませんけれどもおそらくこのハマスの最大の意図というのは先ほど申し上げましたアブラハム合意と呼ばれている中東世界の再編の組織だったというふうに思いましてその目標はおそらく数年間は達成できるだろうというふうに思うんですで、ところがもう一つの世界っていうのはまさにイランは このまま多分対等を続けるんだというふうに思って堀さんおっしゃる通りイランを取り巻く世界っていうのはシーア派の世界なのでそれは湾岸地域にもたくさんシーア派はいるしシリアにもいるしそしてその,、えー、とそのヒズボランみたいなその、まあ、まさにこの気になる、えー、いわゆるテロ勢力みたいなところにもいるということなのでこの対立というのは続いていって今はハマスが計算違いだったのはこの2つがうまくリンクしないということなんだと思うんですよね。 なんかあの新聞報道によるとそのヒズボラと特に別にハマス仲いいわけじゃないとフーシーも特に仲いいわけじゃないというふうに聞いたりとかイランはまあペルシャだから基本的にアラブじゃなくてイランに対する対抗意識で UAE とかアサウジアラビアがイスラエルと組む非常に複雑ですよねそ,れそこにスンニーとかシーア派があったりとかしてるわけですが今後その進展していく方向をってまず一つ聞いているのはハマスの裏にイランが いて仕掛けたのかこれどう見るんんですか皆さし、ね、ハマスの今回の攻撃ってあの結構衝撃的だったんですよね。まずその1,000人の武装部隊が同時に一つのコマンドで動いたっていうのも驚きでしたし。 彼らが使った武装武器とかですけれども、まあ、相当洗練されていましたしなんかパラグライダーとか使ったり海からあのゴムボートを使ったりまああのなんていうんですかね規模は小さいですけれども陸海空母の統合作戦をしたんだとでこの武器を提供したのは誰かこのようなゲリラ的な作戦を訓練したのは誰かっていうときにやはり一番お疑わしいのはイランだというふうにみんな思っていると思います。イランが にあってて進めているということはまあほぼ明らかということですがハマスはじゃあ意図したことは実現できてで一方だんだんなぜイスラエルが最強のモサドというね諜報機関がありながらこれを察知できなかったのかっていうのはまあ相当、まあ、研究されてるわけですが何なんですかねねあれは、ね、あのおそらくイランもまた官僚組織でその対外諜報機関と国内の治安 をめぐる機関が実は別ののこの情報収集をしていたとで対外機関も最初はその当然中東戦争を何回もやってるわけですからそのパレスチナ勢力というものをどう分析するかというところに多くのエリートを抑えていたものがこの10年ぐらい今ほとんどイラン。 に移行したんだっていう見方がありますで、国内の治安機関はある程度のその和平ムードみたいなものもあったしあとその国境を今あの イスラエルにあの私2016年に行ってよく分かったんですけれどもものすごい今でで囲ってるんですよねであの塀を高くしたがゆえにパレスチナ人のいろんな勢力がイスラエルの中に入ってテロ行為を起こす件数というのは激減したということでそのハードウェアによるプロテクションによって相当程度うまくいくんだというふうに思ってたところに。 甘えがあったんじゃないかと思います完全に油断と甘えというのは失敗ですよねもう大失敗ということですがあの今の状況というのは、まあ、言ってみればイランとアメリカの代理戦争だっていう話も聞こえてくるわけですがそのイランとでも一方イランは米国基地にも攻撃かけてるという状況の中で、まあ、そのエスカレーションの可能性というのはほぼ米国側の進歩にかかってるんじゃないかと思うんですがその米国とイスラエルの関係も まああ,のあまりよくもない,といわるネタニヤフが暴走しているという状況の中でまあだから何を見ながら僕ら経営者としてこの次を考えて要はこれから今度ロジスティックスが止まっていく可能性が高いわけですよね今パナマ運河もなんか今その水位が下がっていてその輸送量も下がっているということでロジが結構大変だっていうことでこの中でまた石油がどう変わっていくのかを あのもう原油価格も見ていくわけですがその辺で中東の見るポイントは何を見ておけばいいのかってあのやはりこうイスラエルがその人道的な危機をもたらすような民間人を殺害する攻撃をすればするほど、まあ、世界における、えー、対イスラエル対欧米世界の反発みたいなものにつながっていて、えー、それって イランとアメリカが介入した直接戦争というのとはちょっと違う次元だと思うんですよ,よりイデオロギー的な反発をもたらした異議申し立てみたいなものを西側世界にやっていくということなので,でそれはどこからもたらされているかというとイスラエルの攻撃からもたらされていてここがやっぱりポイント見るべきポイントだと思います。でこれれはあのアメリカ自身も価値観が大きく揺さぶらてていて で最近はあのご存知の通りアメリカの大学大論争が起きていて、最近はハーバード、MIT、ペンシルバニア大学の学長が議会の校長会に呼ばれて、まあ、吊るし上げにあったわけですよね。であなた方のやっている多様性とか色々なことっていうのは要は えー、いわゆるこのアンティセミティミズムそのイスラエルに対する虐殺を容認するような思想を許しているということと同じですこれ論理に完全な飛躍があるんですけれどもそれを止めていない学長の判断に反発をするユダヤ系の支援者がどんどん大学の支援を切り,切り上げているみたいな、まあ、こういうことも起きていてペンの大学学長や,やめましたよね。 あのそのまあ首はつながってはいるけど要は大学のその中にの争いが議会まで飛び火してそれから世論をぶんぶん完全にこう二分しているという状況がまあハマスとイスラエル情勢ですが時間の書きもう次の,そのウクライナ危機の五つの方向性ということを聞いていますが先日イアン・ブレマーが来てでその話を聞いた時にこう愕然ときたのはあのこれはそのまあ彼の予測をまあ単純化して言うとロシアが勝つだろうということなんですね。 で今あのそのあの、ウクライナの,その動員が平均年齢以前が26歳だったのが今、46歳まで上がっているということで,で硬直状態になっていてロシアがさらなる動員をかけた場合にはこれはロシアが勝つ可能性が高いといった場合の今でさっきで丸3のシナリオですよね、硬直着状態どころか、まあ、ロシアが勝ってあのままそのあのその世界地図が塗り替わっていくという可能性もかなり可能性が高いし でそれからとアメリカも援助が本当にいくかどうか、まあ、支援がいくかどうかヨーロッパも一番弱いいじゃないとそのシナリオが結構、まあ、しかも来年ロシアの大統領選挙があってプーチンが圧勝するだろうという状況の中でその可能性がかなり高いんじゃないかと見えてきたんですがどう思われますあの残念ながらその通り、まり、あ、ロシアが勝つという状況が本当にど,どう定義するかにもよるんですけどでもおっしゃったことはその通り。 だと思いますあの2022年のウクライナの GDP はマイナス20ぐらいだったと思いますしロシアはマイナス2.7とかなんですよねリーマンショックよりも影響を受けてないぐらいの状態で、えー、今年は多分プラス成長になると。でかつあの、えー、ウクライナ政府が発表しているウクライナ兵の死亡者数は。 おそらく相当過小見積もりだろうということでそれは誰が動員されているかっていう広がりを見ると大体推測できるわけですね。でロシアはとにかく追加投入をできる能力がもうあらゆるもう牢屋から何からいろんな人をもう前線に送り込むというのが続いているというところを見ると戦線が膠着したいわゆるこの塹壕戦の下で重要となるのは継戦能力ですよね。で経戦能力をいろろんなとところで測るとやっぱりロシアは 非常にこうあの岩盤としてて強くてウクライナは西側の援助をまさに最後のとりでとしているというところでその援助が今疲れているっているう状態ですよねアメリカも行かない可能性が高いですよね。それからあのヨーロッパもそれこれ以上出せるかどうかっていうのは分からない情勢が来ていてここに来てゼレンスキーの人気が国内においても下がってきているということを考えると結構それでロシアのプーチンの人気が盤石経済もすると悪くないとなったら。 まあこのシナリオが結構可能性として高くてでそれに対してそのまあアメリカヨーロッパどうすんのということだと思うんですがでそのイアン・ブレムの話をすると実はそのまあ経済同意会の場で僕聞いてたんですが半分の時間はなんと,とアメリカの大統領選挙の話だったんですね半分の時間が。何を話をしていたかっていうともうほぼ来年の大統領選挙はトランプが勝つだろうというそういう状況の中であのもう話は進んでると。 トランプが勝った時にウクライナに対する支援がどうなるかっていうと考えた場合の、まあ、その状況がどうかとで全ての3つのシナリオとのはアメリカが関与してるわけでハマスイスラエルそれからロシアウクライナそれからあとは、まあ、あの中国の関係を考えると。 まあそれの時にあの、まあ、彼が言っていたのはもうこの経済人はもうみんな何でもいいからトランプとの関係性あるいは政治家も含めてトランプとの関係性をしっかりと思っている人とのコネクションを作れというメッセージ特にのあの重要なのはメキシコとそれからフロリダだと言ってですね、まあ、そことの関係性をしっかりと持つようにというふうに言っていてフロリダってとかな確かメキシコ行ってたんですけどメキシ,コシあのメキシコっていうのはあれですねテキサスねテキサスとの関係性をしっかりと持つようにというふうに言ったわけですがまあそういうその まあ、情勢というのはこれからもうさあの背筋が凍るようなことですよね。まあ、そのの中、まあまず米国情勢に関してどう見てらっしゃるかというと、ね、んかあの世界がまともでいられるのはあと3か月ぐらいかもしれないというような感覚も持っていて、まあ、3月の上旬にはスーパーチューズデーで大体予備選の状況が見えてくると。で今の状況でニッキーヘイリーとかが これ以上伸びないということが分かった時点でほぼトランプ圧勝とといいう状況だと思いますそうすると3月以降我々は以前の2016年のようにですね毎日トランプの x ツイッターを見てそれに右往左往するという状態になってで世界はそれが怖いがゆえに今のうちにちゃんと合意作っとこうとこういうモードだと思いますね。 来年の,あの,その選挙はバイデン対トランプになる可能性が高いとでバイデン対トランプ2回目の戦いの中で、まあ、トランプの勝つ可能性の方が高いと。 僕はその時質問したんですよその何,何質問したかというとトランプってだって議会選挙した張、まあ、本人とは言えないけど、まあ、あの影響力行使した人であって自分の負けも認めてないしそしてさまざ、あ、まな形でその、まあ、検察からあの起訴される、まあ、あの訴訟沙汰、まあ、裁判沙汰になっているという状況の中でなんでアメリカ国民はそういう指示するのかって質問したんですよね。 でそれに対して彼が言ったのはすごい分かりやすくてそのアメリカは変わったんだと1989年の,そのソ連が崩壊した時はアメリカは民主主義を輸出してたんだとところがあの今は民主主義を破壊する武器を輸出してんだと何かっていうとそれはスマホだというふうに言っていて今アメリカ自体の,の過去においてそのアメリカ人が育ってきたのどうやって育ってきたかというと家庭がしっかりとあってで教会に行って。 でその教会に行たとかにコミュニティがあってで学校があってでそしてテレビとかメディアを見てるという状況の中で一般的な考え方でまあ政治であったりとかそのコミュニティだであったり社会というのも学んできたのが今の時代っていうのはほとんど教会行かないし家庭を崩壊してるしでそれから学校とか行ってもそれ分断してるしメディアも全部自分が好きなメディアしか聞かないということで、まあ、そういった自分の,しあの好きなメディアしか見ないからほとんどがみんなそれがあのそのトランプが勝ったっていう信じてる人が半分ぐらいいるっていうね、まあ、そういう。 状況ってどんどん広がっているというのを考える時の、まあ、その寒気がするというのがアメリカの状況であるとそれに対してこの,中この米中問題中国においては中国は完全なそのまあ独裁政権になっていてただ中国の経済は相当悪いいらしいですねでそれで中国の経済が相当悪いから今中国は逆にアメリカに強っていてでその関係でサンフランシスコの APEC の時には米中関係が非常によくなって。 で言ってたのがそのあのマスターカードだったかながそのクレジットカードのライセンスを発行するのにずっと十数年間待ってたのに一切取れなかったのが一挙に1週間か2週間で米中の会談だと取れたっていうふうに言っていて一挙にで、ね、今行くならば中国に行けって言って非常に今,今は取れなかったライセンス取れるようになってきたっていうふうに非常にですね性格的な動きっていうのはものすごい動きであの変わっていて。 これからの,そ,のそこに今度台湾総統選挙が始まると北朝鮮どうなってるのかなとか思いながらですね、まあ、そ,れなんかその辺の何かアメリカを含むアジア情勢をどう見てらっしゃるかっていうの,、はい、あのすごくたくさんあったんでどっから始めたらいいかあれですけどまずアメリカですけれどもあの結構90年代のクリントンの時期 ベルカーブのようにアメリカのウェイ・オブ・ライフっていうのは定義がされていてみんなそこの中で決まっていくんだっていうのが今こう二重こういう線になっちゃったっていうことですよね。あのまさにこう共和党支持者とあの民主党支持者で共有するものがもうどんどん少なくなっていて唯一あるとすればいかに中国に対して強硬になるかみたいな、まあ、こういうところは議会で一致するんですけどなかなかそれがあの今のアメリカの状況であろうということともう一つはよくこう国際関係で 国際公共財の提供者って言い方をしてでフェアな形でこういう通商市場とか金融制度のあり方っていうのはこうあるべきですよっていうリーダーシップをとっていたアメリカの姿がもう見ることができなくなっちゃった貿易でさえ今非常に内向きですし、まあ、そういったアメリカの下で通商市場というものがバラバラと今なっていく状態だということだと思います。で中国ははおっしゃるる通りだと思うううんですけれどももう一つやっぱり聞いてあるのの今回そのような あの中国のとその経済との関係が起きたのは最高指導者がイエスとと言ったからだと思うんですよねでその最高指導者は権力の集中度を深めていてもはや自分の外相さえも信じられないと。 いう状況の中でじゃあ次にこうイエスと言うんですか構造的にそれを支えられているんですかっていうとそれは怪しいということだと思うので極めてこの可変性の高いアクターとして中国を見なきゃいけないんじゃないかなと思いますね。まあ中国についてはこの間 G1 グローバルでいろいろとディスカッションした中においては中国が台湾に侵攻する可能性は非常に低いだろうと。 いうまあ、かなりこう楽観的な見方を中国人も、まあ、台湾人も、まあ、あの地政学的な人を見ていて、まあ、それは確かにそうかもしれないですね中習近平が考えていることは自分の権力を維持することだけですのでそれがするために別に台湾はやるぞやるぞと言いながらやらなくてもいいわけなんでそんな後、まあ、北,朝北朝鮮はどう見てます今あの 核戦力とミサイル戦力を強化することに邁進しているっていうあの状況でで基本的にはアメリカがどうやっても自分に攻めることはできないというところを確立するまで彼らはそのミサイルを飛ばし続けるし核実験をこれからもしたいと思ってるんだと思うんですよね。たたただ彼らもまたそのの体制の脆弱性を抱えていてキムジョーンといいとう指導者が亡くなった後 何もできなくなるんじゃないかということで一生懸命そのいわゆるこの遅延のつながりのある人たちを上に立てて最近は娘まであの持ち出してやってるっていうのはつまり自分たちの体制っていうのはあの自分がもしいなくなっても継続するんだってことを見せなきゃいけないぐらい、まあ、あのボトルネックはそこにあるっていうことが、まあ、分かってるってことじゃないですかね。なんかそのイアンも含めて神保さんの話も最初の部分で言うと北朝鮮って完全にスルーされてるんですよね。 逆に言えばもうほっとけばいいという感じなのかなっていうね逆に相手にすればするほど彼らの実主にハマっていくか別にスルーして何もしただ単にただ防衛力を高めとけばいいってことなんですかねどうなんですかねあの北朝鮮もそれが分かっているから一つはあのスルーされている間に自分の力をつけるということとスルーされ続けるとあの何の交渉もできないわけですよねいまだに経済制裁がかかって 彼らが希望とする経済成長ってできてないわけなのでどっかで自らを核武装国として認定をさせると交渉するんだったら非核化ではなくて軍備管理をするというところに持ち込みたいということだと思いますが、ね、イアンが言ってたけどトランプが大統領になったら2人仲良しだから <laughs> 何が起こるか分からないもう本当背筋が凍るようなことが起こっているのが特にアメリカが一番怖かったなっていうふうにアメリカの情勢っていうのを含めた状況と。 あとまあそれから地政ののの学的に言うとあのやっぱり AI とかそのまあ,ああいったあのまあロボティクスみたいなあれですドローンとかですねその辺が戦い方が変わってきている中にサイバーとかであと気になるのはそういったことにおいてあのその一番国家を超えたまあ要はそういったヒスボラとかそのハーマースみたいな国家を超えたあのテロ まあまあ、組織と同時に国会を超えるぐらい強い企業テスラのイーロン・マスクがスターリンクを持っててそれを貸すか貸さないかによって変わってきたりとかそれを。 そのサイバーの,そのまあアタックをできる力を持ったそれを防御できる力を持っているのがガーファームが持ってますねとかですねなんかそういうこうそのいろんなその今までにないこう対立っていうか生まれてきていて将来的には国よりもそのガーファームのようなそのテックカンパニーの力を持ち始めるんじゃないかデータを含めた AI を含めたそういったものも中止しながら見ていくと地政学というものがどんどん経済とかテクノロジーを融合していってでそれからさらにはあのいろんな社会性ね はもう見ていくことによってしか分からないような感じになってきているなっていうのが僕ら最近勝手に思っていることなんですが、まあ、そういう状況の中で本当神保さんのいろんな理解力もどんどん高まっていく中でなんか僕らにこういうこと知っておけばいいよとこ,こういうこと気にすべきがなかればいやあの本当にテ,テクノロジーと安全保障の関係っていうのはあの重大なテーマだと思っています。あの これから向こう5年間43兆円日本政府は使うんですけど実は装備は増えるんですけど自衛隊の定員って同じなんですよこれから5年間。ということは人増やせなないっていととううこんんだと思うんですね。じゃあどうするかっていうとそれをテクノロジーによってどうカバーしていくのかということで一つはこの無人 可視されたシステムとそれとそのよりこの AI を使ったようないわゆるこのプロセスプロセスイノベーションを AI によって動かすことによって人がこの判断をしたりその対応したりする能力というのを どれだけ増やすのかっていうのをやっていかなきゃいけないし日本はロシアも北朝鮮も中国も三正面もあるわけですから長い海岸線も含めて考えると、まあ、とてもこととなんんだと思うんですねでこれをどうやってこう乗り越えていくのかっていうのはあの真剣に考えなきゃいけないしで今回あのイスラエルの,あの見ていてもあのアイアンドームっていうシステムであのロケット砲をパンパンパンってこう落とす映像をご覧になったと思うんですけどあれすごい技術だと思うんですよね。 そのロケット砲自体は非常にこうターゲットが小さくてでそれを短時間で落とせるのはあるいは間違いなくこのあのいわゆる人工知能によるこの判断によってデコイと本当のミサイルをこう識別する能力がまあ高めているということで完璧ではないもののああいったものをこう を示すことによって今まで考えられていたさっき私が何機とか何隻とか言ったような計算式とは全然違うこのパワーの捉え方っていうものをしなきゃいけない時代に入っていくんじゃないかなってことは思います。以前は最先端のテクノロジーって国とかね防衛省が持っていたのが今民間が持ってっちゃってるからでそのテクノロジーどころかそういったハードウェアも含めて民間の方が強くなってきてると。 それ,それらがその戦争をも左右するようなパワーを持ち始めてるということの状況というのがそれから極少数の人間が持ってるというのが、まあ、これがどういうふうに今後動いていくのかということとあとやっぱり興味深いのが昨日でこおとといかなベルギーでスパイで捕まった人がいてで僕はファイナンシャル・タイムズとポッドキャスト聞いてるんだけどそのスパイって何かっていう中国のスパイで捕まってその時何やってるかっていうと議会におけるあのもう情報工作をしてたっていうスパイって情報を盗んでくるものが情報操作をするためにお金を払ってる。 やって,るっているうのがで今後はそういった SNS を含めたさまざまな分野における情報操作をしていく、まあ、媒体を使ったでそうすると TikTok というのは中国を持ってるとかどうなるのかとかね、まあ、いろんなことが非常な複雑に絡まっていってで TikTok によってあのその安泰アメリカ的になってい人がすごい増えてるって話もあるし、まあ、そういったさまざまな分野における私生活というのは広,広がってるんだなっていうのが、まあ、今回神保、まあ、さんの話で分かったということですが残り28分。 何ででもいいので皆さんオンラインの方も含めてご質問いたただけたらと思ってます、えー、その両方から呼ばれた時にそのどう対応したらいいのかつまりその今だったらその中東でいうとその、まあ、例えばヨルダンからあのミドルムシュの給食が欲しいとで同じような話がイスラエルからあのご依頼があってでパレスチナから話があってでそのシリアから。 あの連絡があってで私あのヨルダンの難民キャンプにも行きましたしあのイスラエルにもあの行きましたでまあ,あの欲しいっていうんでじゃあその全部に対応するといやこの社長がね地政学の知識がなくてなんかその致命的なことになったらあの困ってしまいますのであの今日そのいろんなその対立の構造の話をいただいたんですけれどもその両方から。 あの、そのビジネスとか、何か、そのものとか、サービスとか、提供してほしいという時に。その企業が、民間が、そのどうやって対応したらいいのか、っていうのを、あの、お願いします。はい。ここでは、一問一答でいきましょうか。ばはい。あの。これ、日本政府も、イスラエルと、そのパレスチナ、両方と、結構、あの。えー ディープな形で付き合っているとでそのイスラエルとは今いろいろ防衛装備品の研究開発も始めてるし、まあ、貿易投資関係もスタートアップ支援も含めていろいろ付き合っているところ多いですけれども、えー、パレスチナもおそらくこのヨーロッパ諸国に次ぐ規模でいろんなこう人道支援をしていて日本の立場というのは。 この中東和平においては双方が共存する形なんですというのがまず国家の姿勢としては示されているということは日本にとってすごく有利だと思います。お前はどっから来たんだろうとかあのまあ歴史的にこうだからだろうみたいなことがない形で日本人は関われるっていうのは非常に有利な条件だろうというのが一つと二つ目はおそらくこの事業とかをされていくときに。 一方に偏りがあると取られないことは結構大事かなというふうに思うんですよね。つまりこれは私たちはそのこの地域全体のために皆さんの生活を良くするためにあのやっているのであって、どっちかのように偏りしているわけではないのにもかかわらず、まずはイスラエルに９割方ってそこから広げていきましょうという戦略を取るとおそらくいやそれはあなたはあちらとやってるんでしょっていうふうに取られるわけだと思うんですよね。で今そのセンシティビティって結構中東の領海事項になっていて例えば。 私がイスラエルに行ってその後あッサウジヨルダン、えー バーレンというふうに言ったときにやっぱりこのイスラエルに入国する際のスタンプを押さないわけですよねあるいはシールを貼って剥がせるようになっているわけですけどもそれはそこから来ましたっていうことを、まあ、言わない不分立の考え方でイスラエルから何かを持ってきたんじゃないということを証明するパスポートを見せなきゃいけないっていうのはなんかこれ形式ばった考え方ですけれどもそういうメンタリティが双方にあるっていうことを前提にしないとなんかこうビジネス上いろんなこう問題が起きる可能性があるんじゃないかなっていうふうには思います。 したがって政府にノーと言われまで,では皆さんと付き合っていいということですね。長谷さんお願いします。はい、えー、ありがとうございました。その日本のリーダーシップってあのどういうところで発揮できるのかなっていうふうにそのお,お,お,お伺いしたいんですけれども、まあその今までの説明の中でそのまあ軍備のは増やしているってでも限界があってでいろんなそのクワッドだとか連携もしているとだから。 まあ、日本はやれることはやってきてるんですけどもんかそのバーゲーニングパワーがやっぱり日本ってないんだと思うんですよね。で神保さんもし日本の強みっていうかここをやっぱり押していって、えー、日本のリーダーシップを発揮すべきだっていう提言があればぜひお聞かせください。はいあの トランプ安倍の時はもう明確だったんですね G7 の中でトランプ大統領とまともに喋れるのは安倍だけだっていう強みが日本に割って G7 G20 で何か合意事項を作る時にはちょっと日本来てくれないって言ってそこでアジェンダを調整してトランプに持って行って合意を作るみたいなのは明確な日本の強みだったというふうに思いますで、またトランプになった時それができるかっていうのは重大な課題として取っておきますけれどもよりその文脈を 離れたあの強みっていうところを考えるとやはり日本はそのアメリカの一番あの近い同盟国であると G7 の一員として価値を共有しているんだけれども でも我々はいわゆるグローバルサウスの国々と対等な目線であの付き合っていけますというこういう姿を示せることじゃないかなというふうに思います。アジアジ外交というとなんか歴史があってなかなか難しいみたいに言っていたものを今徐々にこう克服できつつありますしそれを超えた世界において日本というのはいかに歓迎されてるか。 この前私バングラデシュとスリランカ行きましたけれども日本にもっと来てほしいと日本が今来ればもういろんな形で活躍できる領域っていうのはありますとそれはインドも中国もアメリカもできないことが日本にはできるんですというこの価値中立的な日本のこの良さっていうのが実は我々の知らないところではより発揮できるっていうことを探し出すとこのことがすごい重要なんかなっていうふうには思いました。 リーダーシップの昔の体系から今変わってきていて企業においても強いリーダーシップが必要だったのが今サーバントリーダーシップじゃないですかもしかしたら日本ができることを多くの人の考えを聞いてあげてコンセンサスをまとめるように努力をしていくことがもしかして一番強いリーダーシップかもしれないですよね森さん、はい。ありがとうございます。あの堀さんんんおっっっししゃったようににテテククノノロロジジーーーとと安全保障が極めてててて重要になってきてで民間のパワどど開発していくと 軍事力応用も出てくる中ででしょうけどもやっぱりあの中国の反スパイ法って日本の民間企業からするとものすすごいショッキングですよねこれに対して我々は、まあ、いろいろ中国政府に政府を通じて働きかけるのもあるんでしょうけどなんか防衛策が必要なのかあるいはこ,こんなナンセンスなのを無視してやり続けるのかどうお思いでしょうか。あの私10月に 4年ぶりに訪中をして堀さんからはちゃんと無事に帰ってきてねって <laughs> あの選別をいただいたんですけれどもあのえ反スパイ法に関してのこの大使館が出している情報も私よく読んで何に気をつければいいかなと思ったんですけど結局よく分かりませんでしたつまり中国がこの人を捕まえると狙いを定めたら今それから逃れる手法はないんだっていうのが私の結論です。 でそれは分からないわけですねどうすればいいかっていうことについて。で基本的にその状況を変えていく最も大きいのはやっぱり中国が再びこう外国人が当然そのビジネスや政治の現場にいることをデフォルトにしていくことでしかないかなっていうふうに思っていまして今北京ほとんど外国人いないですね。 あの上海はちょっと違うかもしれませんけれどもそのような状況の中でビクビクしながら出張者が出張し我々のようなものが行くっていうのはこの状況はやはり改善していかなきゃいけないということを外交当局の間でもやっていくというのと。 やはり同時に日本人があのような形で捕まるということに対して何らかのテコ外交的なテコを持つことは必要でそれは中国ほどでないにせよ日本も同時にこのえ例えばあの国家の安全を脅かすような違法な情報活動をしているえまあこれ日本人も含むわけですけれども外国人をちゃんと摘発できるようなあの仕組みを持っているんだぞということをどっかでこう天秤にかけて相手 程付き合わなないないないいいいいととけんじゃないかなと思いますあと時期もあるのかもね今は今行けって言ってるんですね今今だって絶対大丈夫だと彼が言ったらもすぐにあの今捕まってるの人もすぐ解放されたらと楽観的なこと言ってきたけどまだ解放されてないけどまあそういう感じで今はいいのかもタイミングがあるかもしれないですね他の方がバンバン行きましょうかオンラインも含めてあすいませんありがとうございますえー、っとあの 薬のの業界におりますのでどちらかというとこういうことが起こっても一番最後までこう守られるというかあの人道支援の観点でも、えーあれまあ、そういうあのエリアだと思うんですけれども、まあ、あの一方で経済,経済安全保障とかいろいろ言われる中で今後その民間企業で働く場合にはやっぱり本社の国籍でそういうなんか誰が何をやったってさっきの質問みたいなものを見られるのかどういうふうな観点でこ,うこのライフサイエンスの分野って見たらいいと思われますでしょうか なんかこう2つぐらいあるような気がして一、まあ、つは。 昨今の経済安全保障におけるサプライチェーンの強靭化の考え方で私もあの薬品業界とか協会とかに呼ばれて経済安保とその、えー、いわゆるこう製薬ファーマスーティカルの業界っていうことで考えるとやっぱりいくつかその原薬原材料とその製造ができる場所が世界的に偏りのある領域ってたくさんありますよね。で一度あのこれは 中国政府の意向というよりは多分工場のストライキとかの関係である特定の抗菌薬が日本に入ってコロナなくなった時期があってその時ある一定の日本の手術がストップしたんですよねその抗菌薬を使わないとできないのでつまりそこが止め人為的に止められると日本のいわゆるこの医療制度自体に大きな影響を持つみたいなものが多分あの日々向き合ってられると思うんですけれども、まあ、あるんだとこれをどれだけこの。 もしそんなことが起きたとしても代替、えー、の手段があったり自分たちはあの少しコストはかかるかもしれないけれどもサプライチェーンを健全化に戻すことができるということを示しておくということがいかにこうサプライチェーンの強靭化においては大事なのかっていうのが一つだと思います。で二つ目はその先ほどおおっっしゃったようなこの国籍ととかに関することで,でおそらくこう、えーなんかこう 堀さんがおっしゃって今は大丈夫だよってことと関係あるんですけども国家間関係が揉めた時に今やビジネスパーソンでさえもその中で拘束されたりするケースっていうのがあの、えー、増えてるわけですね。 まあカナダオーストラリアさまざまなところでまあ起きているしジャーナリストにもそれが及ぶということで考えると、まあ、そういった方でその形で考えるとその国籍というのは国家間関係にやはりこう依存した状況の中でやはりこの危機レベルとかその社員個人の危機管理をどうやっていくのかっていうのは、まあ、よく感度を上げてみていくべき時なのかなと思いました。オオオンンンンンンララライイイかかららあありがががとととううございいます秋秋山山ささんん質問があるということなので秋山さんオンラインで ミュート外して喋っていただけたら、おそらく声が聞こえると思うんですが。あ、秋山です。ありがとうございます。あの、コメント欄に書かせていただいたんですけれども、あ、先生、神保先生ありがとうございました。えっ、ー、と、経営者にお勧めする情報ソース。つまり、あの、限られた時間でフォローするんだったら。どのメディアを、ええー、神保先生お勧すすめされますかということを教えていただきたいです。よろしくお願いします。 私のツイッターをフォローっていうのは冗談ですけれどもあのフォローしてる人は、はい、いや私あのた食べたラーメンとかそういう <laughs> ツイートをするタイプなんですけれどもあの秋山さんにぜひお勧めするのはむしろ秋山さんが信頼する方のツイートですねこれをあのまとめる こととがすすごいい大事だと思います例えばあの中国だったらこの人アメリカだったらこの人あ,のある分野においてはこういう人たちというのをある程度その、えー、とフィールドの中でまとめておいてその人たちをフォローすることによっていろんなリンクに飛んでいくことが実はそのニュースソースとしてじゃああの BBC ですとか NHK ですアルジャジーラですというところを信用しなさいというよりもはるかに有益な情報が あの集ままっていいくと思でにもうキュレーター的な形ですごくいい情報を取ってるこれを読んでほしいんだよねっていう人たちで私が信用している方は何人もいますしそういう方をまとめた形で自分の朝ある特定の時間にこの人を見ておくと世界の情勢が手に取るように分かるという情報空間を、まあ、自分の手元で作っちゃうというのを一番お勧めいたします。イッター上でで人人げるとしたらどううなったんですかもうそのうちのち なんですけれども、そうですね。何人か挙げるとすると。一人は、えっと。えー、イギリスの I. I. S. S. は、あの、おすすめいたします。I. I. S. S. が、まあ、キュレートしている情報は面白いし。 アメリカのやはり CSIS もなかなかいいなっていうふうに思います。で、あとあの戦争戦場的な分析でいうと、これブログポストなんですけれども、ウォンザロックスっていうあのサイトがあって、あそこはおそらく第1線級のあの分析屋さんがいろいろな情報を出しているということですね。ま w i t t e r X 以外はあんまりないんですかね。例えば見てるあるいは聞いてる。うん 基本的に私結構シンクタンクが多くて、まあ、そのアメリカで言うならば CFRCSIS ブルッキングスオーストラリアで言うならば、まあ、ロウィー ANU、えー、そしてシンガポールで言うとそうですね RSIS といった、まあ、そういったところいくつか自分の信用するこの分析ができるところをフォローするというのは。 大事なななんじゃいいかなと思います、ね、メディアとかはほとんどあまり見ていないいやメディアはその分析をする材料を提供する場所っていう感じですよね、まあ、そういう意味ではあのそこが出てきた前はでも時事的な事件とかはメディアはやっぱり見ることは見るんでしょあもちろんそそ速報性は間違いなく性国内はあんまり出てきてないですけど何か、まあ、神保さんのとこ以外で言うと。 そうですね私はなんか自分がキュレートしてるっていうか出してるのは日経とニュースピックス。 なんですね<ー>でヤフーニュースがあまりに荒れていてこれをなんとかしてほしいとあらゆるところから言われてます。<laughs> 神保さん自身がキューデーションしてるってことです、ね、あ<の>そでよねでああいう言論空間って、うん、まさにあのさっき言ったようなこの偽情報が入りやすいところで、うん、俺はこれに決まってるって人たちが「うん、いいね」を1,000個もらったりしている世界で、うん、そこになんかこう良質の分析をどうやってこう際立たせるのかっていうのはこれ、うん、メディア自身の責任かもしれないなと思いますね。うんうんうん、分かりりまましたありがとうございます ウクライナとロシアの間が随分もう沿線ムードになっててさっき堀さん今度大統領選のプーチン圧勝って言ってますけど昔は国民の中で不満が溜まってて、まあ、クーデターが起きてプーチンをやるんじゃないかってこの可能性はないんでしょうかあのほぼゼロですね、今のところ。そのプリコジンの乱っていうのがあ,のあったときにそういう見方をする方はいたんですけれども、まあ、ほぼ同調するところがなくて。 でプーチンを今支えているのはあの、まあ、当然プーチン自身の権力人事を動かす力ということですけれども。 やはりあの、えーまあ、党の力と軍の力というものが揺らぎのない形でいてで一時期その例えば戦争に送られた方々の家族がこのような戦争を繰り返してはいけないみたいな形であのプーチン大統領自身を問い詰めるみたいなシーンが報じられたことあったんですけれども今そのような声もほとんどなくなって年末恒例のメディア対話って今回もやったんですけれども、まあ、基本的にはもう落ち着き払った形でもう一つ一つの質問をさばいて ていくという姿は変わらないという感じだと思います。質問あどうぞマシさん。はいありがとうございます。あの二つありまして一つはあの日韓関係あの急速に改善しているに見えますし今経済界も特にその経済同友会なんかもかなり日韓の関係を増やしてるんですけどここを今後どう見ていらっしゃるかっていうことと、まあ、このままいい感じでいくのかって話でもう一個はデュアルユースの話これ日本でも少しやろうかみたいな話になってきましたけど。 本当にちゃんと進んでいくのかどうなのかっていうのを教えてくださいあのまず日韓関係は今年も散々いろんな人たちとこう議論をしてだいたいこう見えてきたなと思うのは、えー、現在のユン政権は日本に対して非常に果敢な決断をして日韓関係を改善した功労者 でではあるんですけれども与党野党があるいは国民メディアがその決断をどのぐらい支持してますかっていう時に少しねあの心配な数字が 出ているわけですよねでしかも今あの野党といいますかその政権党でない野党は国会では優位だし今後そのある選挙の中でさらに議席数を伸ばすかもしれないということを考えるとあの日韓関係を改善したのはユン大統領とその青瓦台を中心とする政権中心のこのまさに勇み足だったんじゃないかみたいな考え方が韓国で出てきかねないと。だかからこそ日本はなんか これで終わったねっていうことじゃなくてもっと韓国にもっとこう心を返してくださいっていう言い方をするわけですね。でこれを「take for granted」として安心しているともう一度あのひっくり返されますよっていうことが起きてでひっくり返せしたらどうせ日本はまたゴールポストとかいう議論になるんでしょうみたいなこういうなんかこう韓国側の。 なんて思いっていうのは非常にマグマのように日本に寄せられているのでいかにこの今の状況というものをさっきも言ったようにデフォルトにしていく仮に政権が変わったとしても日韓関係今こうしてるの当然じゃないですかみたいなあのそういったことを 安全保障もそうだしビジネス,ビジネスもそうですけれどもどれだけこの12年で作り出していけるのかっていうのが大きな勝負で必ずしも今安心しきれる状況ではないっていうのが韓国と話をするたびに寄せられるあの話ですね。であのデュアルースの話ですけれども あの今一生懸命あの防,衛省防衛装備庁もそのスタートアップを含めた形で次将来の,あの技術開発と調達みたいにつなぎていきたいということなんですが何分今まで大企業中心のいわゆるこう計画経済のような配分で作ってきたものがいきなりこの市場メカニズムを入れるっていってもすごく難しいみたいです。あのまささにこういろんんなこの30代40代ののの業家の皆さんがこの 当然のごとくそういったコミュニティに入っていくような状態をどれだけ作れるかによって変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので政府主導でなんかスタートアップと一緒に防衛省と一緒に対話をしましょうっていうのがなんとなく盛り上がってない。 というのは感じていてというのはこれって10年20年継続性のある話なんですかっていうのがまだ見えないということをおっしゃるわけですよねなのでそのメカニズムを官民でどうやって作れるのかっていうところにデュアルユースの話はかかってるんじゃないかなという気がしますえっとオンラインから、えー、武藤さんと川崎さんから来ていますが、えー、武藤さんじゃあミューターズして話していただいていいですか あ先生あ,のありがとうございますあの書かせていただいたんですけども、まあ、あの台湾に中国が攻め込むんじゃないかと言ってる人も言っていると思うんですが万が一そういうことが起きた場合に、まあ、アメリカ大統領選の結果で相当アメリカの対応が異なるような気もするんですがこのあたりよろしければ教えていただければと思いますあの中国が仮に台湾にも全面侵攻をあのすると南港手段をちゃんとこう 台湾に送って占領しますみたいなこういうシナリオの中でそのために今太平洋軍は演習をしているしアメリカ大統領も有事になったら介入しますかというところで、まあ、バイデン大統領はイエスということを、まあ、数回にわたり答えているということなんだと思うんですけれどもただ さっき言った話とつながるわけですけれどもいろんなシナリオがあり得るわけですよね。例えば 私が中国軍だったら、アメリカと全面戦争をしたら大変なことになるので、戦争アメリカ軍が介入をしないような形で占領できないかなって考えるわけですよね。そうするとアメリカ軍がウクライナや中東にほとんどの戦力を奪われていて、太平洋軍はまあ、ガラーキとはいえども相当程度戦力は低下しています。アメリカの意思決定もそう簡単にもできない状態で、 今だったら「入、はい、っていってもアメリカ軍が介入できないし先ほど言ったように台湾は国民を逃がすことがそう簡単にできないので結構簡単にギブアップするなとつまりアメリカ軍が介入決定する前に台湾がまあ降参してしまうような状況を作れば台湾有事っていうのは血を流さずにも成立するんじゃないかみたいなこういう発想さえ。 あり得るんだということだと思いますですから台湾有事って起きるんでしょうかっていう質問をあのみんな思ってるわけですけれどもその時に有事の形がどういう形なのかによって結構いろんなパターンがあり得るっていう捉え方をするとあのなんかいろんなことが整理できるんじゃないかなと思いましたオンラインで川崎さんミュート外して質問してくださいはいこんにちは陣本先生ありがとうございます あのち,ょちょっと、えー、地域変えて日印関係なんですけれどもあの、えー、クワッド含めてなんかミリタリーアライアンスとそれからまあ政府間のいろんなエコノミックアライアンスが進んでいるように見えるんですがあの一つはこういった形でこうすごい秘密関係ながさらに進んでいってその日本にとってはものすごく大事なパートーになっていく気がするんですけどそれって正しいでしょうかということとインドから見ると日本ってどういう価値があると見られているでしょうか あのインドを中心にして世界を見るとなんかこうインドから見る同心円って我々から見る同心円と全然違うなっていうふうに思うんだと思うんですよねだからよくクワッドに参加しますアメリカを訪問して、えー、軍事的な協力も深めますっていうときにあれインドってやっぱりこっち側に来るのかなっていうふうに思いきや インドはおそらく自らの戦略的自立性っていうことをよく言うわけですけれども自らが他の国から拒否権を投じられないような形で外交政策を推進するという価値のための手段として日本を見てるという。 集団としてアメリカを見るということなんだというふうに思いますつまりインドの戦略家に行くとインドっていうのはどっち側でもないんだよってことをよく言うわけですねつまりそれがインドのその自立性の考え方なんだっていうことを言うわけですでも私も意地悪いですからでもロシアにこんな依存しているインドって 自立しててないじゃんってことを言うわけですねウクライナ戦争というあれほどの状況国際法違反が起こった時にインドって起死鮮明にできなかったそればかりか、えー、と石油を買いましたりロシアを支援するようなことさえしてるししかもブリックスの一員でどうなんだみたいなことをあの言うわけですけれどもインドのそのロシアへの依存というのは、ね、歴史的なもので仕方がないしそれを今 その依存状態というのを分散化するためにまさにバイデン大統領と組んでいいろろやってるじゃなすからこうよく日本から見るとですねインドをどれだけ引き込むかとかインドをクワッドの一員として中国と対抗をどれだけできるかっていう尺度でインドを見がちなんですけれどもインドは別に日本のためにあるいは西側の価値のために自らを位置づけようとしてるんじゃないみたいにあの言うわけですけれども。 でそ,のその動きロ,ロジックが分かってい,れいさえすればインドの文脈の中で日印関係っていうのはこれからも伸びていく余地はたくさんあるというここういういいいととじゃないかなか思います残り2分今日ということでオンラインからもリアルからも質問があるんですがちょっとじゃあ最後まとめの質問をしながら終わりしたいと思いますがヨーロッパに、ね、関してはほとんど今日話はしなかったんですがヨーロッパの今の現状をどう見てらっしゃって、まあ、ウクライナを含めて。 まあ今後本当に、まあ、アメリカがもしも支援に立ったらヨーロッパも遠征気分になっていくんじゃないかと思うんですがヨーロッパの現状をどう見てますかドイツフランスイギリスあんまりイタリアも含めて一枚岩じゃない感じがします、ね、あ、その通りだと思います。あのウクララライナ戦争を通じてててまさにバラバラにババなりかけていたヨーロッパってもう一度 あの一つになったたというう感覚は持てたと思うんですねでまさに NATO が結束ししかもあのフィンランドスウェーデン含めてあの新規加盟をするとで EU もあの価値観をもう一度確認し、まあ、G7 もそうなんですけれども、まあ、ウクライナも EU の加盟交渉みたいなところで入っていくと、まあ、この辺りの,あのヨーロッパっていうのは非常にこう頼もしい再びこの次世代を切り開いていくためのこうヨーロッパっていうことになるしもう一つあのまあ EV とか自動車関連の規制を見てもあの経済安全保障とか規制を通じてヨーロッパ市場を強くしていこうみたいなあの規制と産業政策を一致させようみたいなこの何て言うんですかずる賢いヨーロッパみたいなところでも結構やっぱりみんな一致するんですけどでも 見ていただけると分かるとおりやっぱりウクライナをこれ以上支援できるんですかとか産業政策にしてもいろんなこの発展段階や強みが違うヨーロッパを一緒の規制でやるんですかみたいなところで足並みが乱れるわけですよねさらに言うとヨーロッパの価値みたいなのはハンガリーを見てもポーランドを見てもそうなんですけれども実際にこの権威主義的な装いを増やしていく国がヨーロッパの内側から出ているということもアイデンティティの揺らぎを示していると。 この辺りとどう付き合っていくのかっていうのが現在の大きな課題かと思いますはい、神保さんありがとうございましたあのハーバードのねビジネススクールでも稲垣さんも一緒に行ったビジネススクールではグローバルパースペクティブというコースがあってそこでもう世界情勢に関して徹底的に地域ごとに学んでいくんですよね興味はそんな感じの授業で中東は今どうなってるかとかそれから中国、北朝鮮とかあるいはアメリカの情勢ロシア、ウクライナ、中国もそれからヨーロッパも話をして まあ,あとインドも語ったわけですが一部まあ南米とかねアフリカとかは話はしなかったわけですが皆さん自身の地政学に関するまあこういったことを通してね世界がどうなっていて今何が問題でそしてそれが時代的にテクノロジーを含めてその社会情勢がどう変わっているかっていうのは非常に参考になると思うのでまあこういった機会に皆さんがご参加いただいたことをそして神保さんにね 今日は一時間半もお話をいただけたことに感謝を申し上げて最後拍手を持ってお会いしたいと思ってますジンボさんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました